大谷です。101マイル、162キロ。テンポよく取っていきます。今日注目の対戦は、大谷が一度打席を外しました。少しね、あのタイミング遅れてますね。はい、はい、まあ、それだけボールも切れてるんですよね。先ほどのベッツは、フォーシーム3球続けた後に外にスライダーでした。ただここは左バッター大谷です。左にはスプリットがあります。スキーンズ、フォーシームで空振り三振。2ボール1ストライク。今のも少しこうね、かかと体重でボールを 見ちゃってるのでね、あそこのやっぱインサイドすごく気になるんでしょうね。そしてフォーシーム、逆球ですけどね。大谷もこのフォーシームに反応してきますね。そうですね、反応はするんですけど、ちょっとこうボールに対してタイミングが合ってないですね。振り遅れています。2エンド2、次が50球。よく見ました。さあフルカウントです。今の球なんかも打席の中から見たらかなりこう角度を、ね、感じるボールですね。高く上がった、センター追いかけて、その上ホームラン。大谷注目のスキーンズからツーランホームラン。いやー、岩村さんやりましたね。ねえ、ナイスバッティングですね。本当、その前が少しボール見れたのが良かったですかね。